日はね、はい、稽古場突撃シリーズやったじゃないですか。はい、何度か、はい、フロアとプロデューサー行ったし、はい、コングラッチェも行きましたし、はい、ただレビルさんの、はい、稽古場じゃないんですけど、はい、舞台関係の仲間を紹介していく感じになりましたけど、はい、なんとね今回はすごいです。前回なんて男しかなかったです、はい、嫌でしょ。小杉さん、いや正直だってチャンネル名何でしたっけ。美女と童貞、美女と童貞チャンネルで童貞しか映ってないですか今のところ。やっぱ美女が足んないっすよ。で童貞がカメラ回してる童貞がカメラを回して童貞に近いおじさんが喋ってるっていう最悪の構図ですから。童貞に近いおじさんってそっちやめてくれ、まあ、とりあえず天国に一番近い男みたいな童貞に一番近い男ということで今日はね、はい、それちょっとやばいと思ったんで、はい、美女をさ出た撮らなきゃあかんでしょ。やったと知り合いの劇団で、はい、とある劇団の方に来ていただきまして、はい、いろいろお話しして遊んでいこうかなと思ってます。はい、じゃあいいですか。もうちょっと、はい、もういいよ。寒くて口が回んないから おじさんの喋りいいからもう早く呼んでよ。いいからもう早く呼んで。ということでなんと、はい、はち切れパンダの皆さんでございます。どうぞ。来たどうですか鈴木さん、一気に映画がもうちょっと入ってこないでしょ。っともう入ってこない。もう今3人しか映ってないから。今同じ状態、声同じ状態だから今そっちが言っちゃったよ。ということで、はち切れパンダの皆さんでございます。よろしくお願いします。すいません、すごいね、いい感じの厚着で厚着されて僕だけすごい可愛らしい T シャツですね。劇団のこれもさ販売してるわけですか。いやただこんな、ね、こんな寒い中すいません寒いんでダウン着てますありがとうございます。はい、自己紹介、お名前軽く自己紹介していただきましょうか。まあ、ご紹介お願いします。ヤギナナカです。こんにちは、ヤギです。よろしくお願いします。ヤギちゃん前も出ていただいてね、はい、はい、塚原さんと映画同好会をやらせていただきまして。そうです、それもやってますね。つながりでいろいろ、はい、前回スノーをやりましたね。スノーそうですね、前回ハロウィンでね、もうすぐクリスマスですかね、今度は本当、ね、イベントごとに、はい、そうだ、今日はちゃんと今日は体操そうですね、マニアックです。そうそう体操着の帽子をカメラの三脚にぶつけるっていうねハプニングもありましたけども、はい、はい、ありがとうございます。2回目ですね、お願いします。はち切れパンダの薩川智子と申します。はい、薩摩半島の薩です。よろしくお願いします。なるほど。ちょうどいい感じの。いい感じ。持ってますね。はい、持ってますね。はい。あれは薩摩から来たんですか。薩摩ですね。すごいタイミング。宣伝しに。どうですか稽古の。順調です。すごい。順調でございます。綺麗がいい。なるほど。和気あいあいと。和気あいあいとやってます。はい。じゃあ、はい、最後。あ、はち切れパンダ中島愛子です。お招きありがとうございます。よろしくお願いします。人ん家に来たみたいな挨拶が人ん家に来たみたいなテンションですけど、これはち切れパンダさんは全員で4人です。あとはサスの吉川っていうのがいらっしゃるんですけど、まあ全員じゃ、はい、女子ってことですね。そうですね。あ、すごいすごいね。うちは男だけなんで基本的に逆ですね。真逆なんですよ。合コンできちゃうすごい、なんかすごいおばちゃんあと合コンできちゃうの後に全員綺麗な愛想笑いが入りましたから合コンはしないでしょうねきっと。しないのかないのか残念ながらね、ないでしょうね。どうですということで、はい、早速、まあ宣伝してもらうのももちろんなんですけど、はい、それだけだったらさ、ちょっとやっぱ見てる方がさ、ちょっとね、まあ確かに3人に来ていただいてるんで。確かにね、ありがとうございます。一番反応してますけど。ありがとうございます。塚原さん、はい、最近怒られてますか。僕ですか。はい、僕ね、あんま怒られないんですよ。塚原さん、人付き合いお上手ですもんね。演劇界の潤滑油って言われて揉め事がね、揉め事が一番少ないと言われてますから、一番、ね、流れ主義って言って、はい、僕は鈴木さんは僕はもう毎日のように怒られてます ね。もういろんな大人に日々怒られながら、ね、怒られナンバーワン、ね、はい、怒られナンバーワンですよ、もう、ね、やってます。去年もお世話になった先輩にっていうね大事件がありましたが、今は多分使えない。今のところは多分マシンガンがドロロってなっててると思いますけども、はい、怒られてないよ全然。怒られてないですか。だからちょっとね、怒られてないからさ、はい、怒られ感をちょっとね、どういう感じか忘れちゃったわけよ。怒られやっぱ大人になったら怒られなくなって怒られたくなるじゃないですか逆に、うん、そうだね。怒られます。怒られますよ。怒られます。怒られるんだよ。
じゃあこれ、あでもあんま怒られてる。いやもう私は晩年怒られてます。あ怒られてる、はい、怒られ担当です。着火剤です、私は。あ、なるほど。はい、劇団の着火剤です。さすが、潤滑油と着火剤がプラマイゼロ。でも油だからちょっとややこしいけどね。ものすげえ燃える可能性ありますけど。じゃあなんかいつも怒られてる分のストレス解消も含めて、ちょっとカメラの向こうにいる視聴者さんにちょっと、え視聴者さんにちょっと作業がねすごい弱いんですよ私、はい、なのでちょっと僕がそっちに回るので、はい、怒っていただこうよ、サンベイさん。ちょっとね、そうせっかくなんで、やっぱ番組でもやっぱその綺麗な女性に怒られる動画がすごい視聴率取りましたから、ありましたね、鈴木さん。ガンガンに乗っていこうという企画でございます。ガンガン乗っていこう、はい、せっかくなんで、なかなかないからね。ということで今日はこの美女お3人に怒られたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは、はい、テーマいきますよ。お題ですね、切れていただくお題。お題がそろそろ結婚しないのと圧をかけてくるお父さんってことですね。なんか思うところがあるかもしれませんけど、いやーまあ言わないですけど多分そう思ってるんだと思う。ああなるほど、リアルですね、はい、なるほどなるほど、はい、じゃあちょっとその辺の感じを出していただければいいのかなと、はい、なんて呼ばれてるんですかお父さん。ともこかともちゃん、ともちゃん、ともこでいきましょうか、はい、ではよーいスタート。ともこ、お前もういくつになったんだよ。え17。そんな17通じないんだよ、お前いくつだよ、ほんと。17じゃないだろ、ほんと。お前はこう学校卒業してからダラ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 何やってんだお前、演劇とか。いや、17だよ。いや、そこはいいんだよ。カットちょっと違う。その17のミニコントがすげえ長くなっちゃって、そこを僕ら見たいんじゃないんですよ。怒ってほしいんです。もう一回お願いします。じゃあ、はい、よいスタート。おい、ともこ、お前もういい加減いい相手いないのか。うん、いや、うんじゃなくて、うん、父さん、孫の顔が見たいんだよ、もうそろそろ。私もじゃ努力してんのかって言ってんの。やめて。まあ、だからこう、巡り合わせみたいなのがあんじゃん。いや、そういう性格感じられないんだよ。もうちゃんと綺麗にしてんのか、ほんと外でちゃんと綺麗にしてるよ。してんの、女の子らしくしてんのか。してるよ、見ればわかるっしょ。いや、だから全然そういう言い方とかがちょっとなんか怖いんだよ、お前は。だから見ればわかるでしょ。いやいや、ちょっとそういう感じだからできないんじゃないのか。もっとなんかおしとやかにするとかあるだろう。じゃあどういう人になってほしいのか。いや、それはあれだよ、もう石川さゆりさんみたいな感じだよ。それはちょっとね、いや違うでしょ、ちょっと種類が。いや、全然ちょっとお前一回も髪とかもう黒くしろ、一回全部ちゃんと。いや、黒くしたいんだよ、でもちょっと。白だったら。だから今したいんだけど、まあだからす分かったりするよ。すんだな、お前。いや、しますよ。すぐしろよ、お前、ほんと。いつ。いや、もう今週中だよ、今週中。ちょ、これちょうだい、お金。お前、じゃ働いてんだろ、自分で。え働いてんだ、いい年してな、親から金せびるんじゃないよ、ほんと。いや、だって黒く染めてほしいんでしょ、だったら。ちょうだいよ、お金。やだよ、お前、自分で働いた金でなんとかしなさいよ、ほんと。聞こえない、何ちゃんと自分で働いた金があるんだろ、ほんと。誰ちゃんとして、仕事もしっかりしとい。いや、だってさ、いつまで経ってもさ、ずっと私はさ、あなたの娘だからね。いや、だから心配してんだよ、ほんと。そんな、フラフラいつまでもして、うん、もうちゃんと、もう演劇もやめなさい、もうちゃんと。いや、うるさいな、何が分かってんの。いや、何も分かってるよ、ちゃんと。お父さんも分かってんだから、ちゃんと。何分かってんの。年齢を重ねてる分分かってんの。そんなんじゃね、なかなか生きていけないんだよ。ちゃんといい人見つけて、働いて結婚して、はいはい、ちゃんと子供育てて、それが幸せだろ、ほんと。はい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 、分かってんのか、分かってないだろ。分かってるよ。分かってないだろ、ほんと。分かってるよ、うるさいな。うるさい、お前ちゃんと謝んなさい、もう。え、謝んなさい、ちゃんと。やだ、ちゃんと目向いて謝んなさい、ほんと。は、なんで。謝んなさい、モノマネして謝んなさい。じゃあモノマネして、そういうのは許してあげるよ、お父さん。モノマネしている、一番似てるやつで謝んなさいよ、ほんと。3、2、1で言うから。ちょっと待って、もうそんな時間もないんだからな、生きていく時間限られてんだから。いくぞ、3、2、1。ごめんなさい。終了終了です。あの、最後の
ドラえもんだったら僕はちょっと違うなと思ったんですけど。いやただ途中非常に良かったですよ。僕は本当に怒られてる感じがすごい出ました。出ました。はい。どっちを見ればいいのか分からない。それは出たどっちだね。ただ塚原さんがふざけたことによって世界観が一気に崩れましたけど、でもすごい良かったんじゃないですか。本当ですか。はい。これ辰川さんファンはね。いやすごい良かった。ないでしょ、途中の睨まれた感じがもう良かったんじゃないですか。素晴らしい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。さすがでございます。この動画が良かったら高評価お願いします。チャンネル登録お願いします。見てね。はちきれパンダ11回目。私のいる宇宙。12月21日から27日まで年末でございますが、下北沢の小劇場 B1 で行います。前公演時期がクリスマスに近いということですね。前公演数名のお客様にこちらから少しですけどプレゼントをご用意させていただいてますので、どんどんいらしてください。いつもにいつもといつもといつもにいつもにイエーイ